はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマサガ3、前回の続きからやっていきましょう。敗北を喫したドラゴンルーラー戦ですね。まあ、そんなにねパーティーは鍛えてないんですけれども、とりあえず後ろの2人は基本的には補助と回復に回して余裕があった時のみ攻撃をさせるので、もうリバイバも唱えていきましょう。でアタッカーにまずリバイバを唱えて完全にね固めましょう。シャドウサンドバントも唱えて、痛い。まあね、シャドウサンドバント唱えてたら身代わりになってくれるけど影が消えるっていうね。まあどうせだったら食らってもいいから影は消えない方がいいですね。一旦消耗するんで。でこの火炎が痛いんだよね。またこれもね回復させないといけないから、これリバイバ唱える前に死んでたらやばかったな。完全に無駄になるからな。でリバイバは結構術ポイントをね消耗するんで、よし、こっからガンガン攻撃をしていきたいけど、まずスターバーストか、こいつは。でね、勝利の歌はどうしようかな。まあいいや、攻撃に走ろう。シャドウサーパントを唱えたんで、再生光を使うと多分リバイバが唱えられなくなるから、高級傷薬でいくか。まず前衛2人、やっぱね攻撃の要になっているこの2人を回復させよう。おら、これでいくつ当たる。シャドウサーバントって完全に2倍なのかな。2500。おお、どうだろうな。よし、ナイスだ。ガードしてくれた。ゲー、ただスタンしたか。1.5 倍とかかな、攻撃力的に。5070、単体でも2500くらい。うん、やっぱ2倍くらいにはなってるか。ファングクラッシュ、おー消えた、影が消えた。カタリナはこれで勝手に回復してくれるから大丈夫でしょ。どうするかな。もう一回シャドウサーバント唱えるか。うーん、唱えとこう。で、リバイバーはもういいや。ちょっと再生光で自分たちを回復させよう。いけ、無双3番。やっぱりな、3回分は欲しいよね。でリバイバープラス回復分の JP も欲しいから、ちょっとアビスに突入したらやっぱり、おお強いいいね。しかも月の術のレベルがアップしても別にシャドウサーバントは関係ないからね。これって下とか行けんのかなそう、これね戻れなくなるんですよね、進むと。だから扉のところに行く前にちょっとね制御しておかないといけないんで。でこっちにねモンスターがいるんだけどね、どこだったかな。ちょっとセーブしてこっち行ってみましょう。ほら戻れない宝箱があったかなあっち。なんか進むっぽいな。ちょっとリセットして左のやつと戦いましょう。もうねドラゴンルーラーほど強いやつはねいないと思うんですよね。もう普通の敵だし、全体攻撃で攻めていきましょう。電気剣の大車輪で、そうだな、ちょっと術ポイント上げたいからエアスラッシュを使っていこう。まあ、選択すればそれだけで使ったことにはなるんで。何、後ろのやつこんな強かったっけ。
ポイントか。あ、そうだ、高級傷薬使ったからミューズちゃんに装備させないとね。高級傷薬と最高傷薬の数が心もとないけど、お、生命の杖あんのか、ここに。で、結界石か。割と結界石は手に入りますね、ロマサガ2と違って。ロマサガ2の結界石はね、もう世界に2つしかないんですよだからね、もう最初の方に1個手に入るんですけど、それ使っちゃうとね、どうにも厳しいんですよね。でこれも多分ね、普通の敵だったような。お花っすね、お花。そうか、魔王系を装備しているからめちゃくちゃ消耗するな。でさ、またこんな城の中にさ、こんなごついモンスターがいてさ、他の一般兵とかって知ってんのかな、こういうモンスターがいるっていうこと。こいつだって一緒に働いてんでしょ。なんかさ、階段の前にさ、超でけえ花が咲いてんだけどさ、超邪魔じゃねえみたいな。あ、寝ちゃった。まあいいか。意外にタワーはあるな。氷は効かないのかな、花だから。ちょっとダメージ量が少ない気がする。そして何より技ポイントがない。術ポイントがね、上がってほしいんだけど、ちょっとピトナチュエルが3つしかないな。ドラゴンルーラー終わったからちょっと外すか。剣舞の鎧と並んでるね、みんなそうだよな、こういうやつらはサクッと倒したいからね。多分大車輪だとね、死なないんですよね。これで倒せるかな。何、メデューサが残ったか。思考よれ。あって、錬金剣の極意を覚えましたね。でこの骸骨くんは、うわー、こいつらか。烈風剣みたいなのをね、連発されるとめちゃくちゃ厳しいんだけどな。先手必勝で錬金剣、おりゃ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 。いいね。これはあれかな、真ん中だけヒットポイントが高いっていうパターンかな。今となってはわからないけど、微妙にちょっとだけ残ってたのか、それともヒットポイントの高い個体だったのか。ボーンブレストはでもな、もう後で捨てよう。今さら装備するものじゃないしね。これもなんかあるね。どっちだ、またセーブしとこう。でちょっとこいつをぶっ倒そう。まずカマキリか。乱れ石化を使っていきましょう。ま、一体の時はこっちっすね。こんな巨大なカマキリがさ、城の中にいるんだよ超怖いっしょ、一緒に働いてる人。大体なんでさ、こんな強力な魔物がいてさ、この国滅びなかったな。どうやってモンスターを手なずけるんだろう。よし、術アップ。お、乱れ雪月下、まだ動くよ、覚えてなかったんだ。あ、戻れるね。下ちょっと行ってみよう。なんもねえし帰ろう。あれ、ってか復活してるじゃん、カマキリ。地獄の底から蘇ってきたぜ。でもな、全員3人で倒せるかんね。かわいそうだけど、地獄へ戻れ。
ここから竜神劣化剣。おりゃー、いやマジ強いわよしよしっていうか主張術はね上がってもしょうがないからね。でここは左右に行けるけど、あれ宝箱だよね、どう見てもこいつを倒して宝箱を取っていきましょう。お、なんか鬼がいる。鬼が2体か。強鬼、戦鬼、どっちが強いの強鬼の方が強いのか戦鬼の方が強いのか謎だな。何、連携攻撃をしてきた。ガー823とか超強いんだけど。あ、強鬼の方が強いね。だから魔法がねめちゃくちゃ弱いんですよね。221とか。まあカタリナはほっといていいかな。耐火ブレイクにしよう。ちょっとケチってで、ソリューハでいいや。これで倒せるよね。強鬼はね何回か確か戦ったことあるんで、ほらほら、よし術アップで宝箱を漁りましょう。宝箱を守る魔物、お武人の鎧。これはカムイの武器っていうのかな、なんか良さそうなあれだな。とりあえず魔王の鎧の前にこれを装備しておこう。物理防御は高いけどっていうやつか。西欧ブーツはな、スタン耐性があるからな。誰に装備させようかな。これがマジいらないんですよね、妖精のクリスナイフな、状態異常があるからいいんだけど、どうしようかな。魔法防御下がるのか。最後はねやっぱりね魔法防御力の方がね重要なんですよね。魔法防御っていうか属性耐性、これも多分戻れないですよ。かいいかな、セブシャテで。ここにも敵がいて、宝箱だからまずこいつを倒そう。だから宝箱取る前にっていうか、なんだこいつらすげえな、百式観音みたいなやつが3匹いる。そう、なんか全然俺もう見てないんですけど、ハンターハンター再開してまたすぐに連載、おお、なんだ、おお、危ない危ない。まあ連載がストップしちゃったみたいですねまた始まるまで何年かかるやらっていう。こいつらみんな念使いですか。死して念使いになったのかな、骸骨ってことは。一番上のやつ、一番上のやつは二王でしたよね確か。どっかで出てきた気がする。どうしようかな、また全体攻撃で攻めるか。2人残ってるし、結構技ポイントが減ってきたな。あれ強い、メガサクション。なんで後ろ2人は食わないんだ、やばい。妖精ちゃんが死ぬ。何、一番後ろの観音が一番強いのか。おりゃ、どうだ俺の強化系の攻撃力2200だったか。でもいやもうマジエアスラッシュ弱すぎる。ああこれで倒したか。え、これしか上がらないの。しかも結構強かったのに。デュエルマスターってなんだっけ、光竜の鎧。やっぱすげえの入ってんなここ。デュエルマスター77、あー25、バランスがいいね。こっちにしようかな、気絶耐性あるし。デュエルマスターはな、ただ装備させるあれではないな。パワーグラブはね腕力が上がるからね。ん、カタリナ、あれなんで全部プラス1になってんだ。なんか装備してるからか。
どうしようかな。結界石1個使っちゃおう。もういっぱいあるし。さて先へ進みましょう。このまま登ればいいのかな。でモンスターがいて、おお、ドラゴンの敵損ないだ。ドラゴンゾンビか。これ絶対さ炎に弱いよね。でもこれも全員3人で片付けられれば一番早くていいんだけど。うわもう毒ガス全員か。全体攻撃でねめちゃくちゃ食らうときついんだよね。うわ強い。あやばい、カタリナまずいんじゃんこれ。一応フリーズパズルやば、発動して500当たるのか。毒になってるからこれ毒で死にそうだな。あれ全然炎に弱くなかった。おお残ったね。どうしようかな。一応ファイヤークラッカーを使うか。さすがに2ターン目の全体攻撃ではそうだよね、倒せるよね。だからもともとファイヤークラッカーとミリオンダラー使ってれば1ターンで型がついたんだけど、でもまあ今ね術ポイント上がったし、未だにこう鍛えていかないといけないっていうのが、これなんだどっちだ、多分どっちも変わんない気がするけど、一応セーブしていこう。あ変わんないよね、戻れる。あ戻れるね、まだここは。あそこに犬がいる。お屋根か。あれどっから行くのこれ、なんかここら辺から、えどこあここか。全然わかりづらい。あこれはねもう普通に敵で出てくるからもう雑魚敵だ。エアスラッシュを使って、エアスラッシュを使ってと。あてかエアスラッシュじゃなくて太陽の技の方が良かったな。ずっとエアスラッシュ使ってるから主張術ばっかり上がってる。でももう主張術はいらないんですよね、リバイバ用だから。かわいそうに反撃で死んでった。だから再生光の回復力を上げるために太陽の術を使っていこう。もう視聴術も結構上がってるからそんなにレベルの上がりも良くないからね。なんかそろそろ頂上に着きそうだけど、まだもうちょいいるか。でこれはどっち、一応セーブしとこう。特に何にもない。あ待て、あ少年がいたね今。そうかそうか、おおすげえジャンプ力だ。この宿命の子がいればアビスの力は我がものだ。邪魔者どもめ消え失せろ。こいつなんだっけ、アビスナーガ。アビスナーガって言ってもねあんまり強くなかった気がするんだよね。でもまあ一応シャドウサーバントは唱えておくか。シャドウサーバント唱えて、まあ、リバイバーをかけておこう。舐めてかかるとねまた死ぬかもしれないし。そうシャドウサーバントはねちょっとモーションがね長いんだよね。お、催眠品とか。結局
このターンはダメージを食らわなかったな。さすがに3回攻撃はしてこないでしょう。なぜかヒットポイントが回復してるな、後ろの2人も。どうしようかな。スターバーストはいいか。もう竜神烈火剣に入ろう。でこいつは無双三段と攻撃しよう。もうミューズとツイリンもダメージを食らわなかったんでいいでしょう。ゴリョ、いいね。痛い。これはおお、お攻撃はねスタンになるからね、たまに。でもまあ状態以上一応気をつけて体勢は強化してあるからな。これちゃんとさ必殺剣振ってくれんのかな。あー、振ってくんない。あくまでも最初の一撃だけ必殺剣発動すんの。9999とかマジかこれ。俺多分ねロマサガ3で9999出したの初めてっすね。あの普通に最初やってた時はシャドウサーバントとか使ったことなかったんで、てかシャドウサーバントの効果がねよく分かんなかったんですよねとか言いつつ、サーガオがどっか行っちゃった。サラを助けなきゃ、行こう。このね後ろにアビスゲートがあるんですよ。行こう。あれこれ全員でこの場にいるけど、あ、一人ずつ行ってるね。これは何、少年が力を解放してんのかな。よくためらいなく行くよね。カタリナためらってるよ。大丈夫かな。さてアビスに着きましたね。てかここアビスでいいんだっけ、そもそも。特に何にも言わないし、一応ここでね、あの回復はできます。聖の力が世界の側から流れ込んでくる。まあ、戻れはしないんですけどね、もう。だから、装備のね、調達とかはもうできないんですよ。一応真ん中に行くと、こう、最終ボスなんですけど、ここに4つあるじゃないですか。ここでね、あの、ヨンマ貴族の本体と戦います。で、ヨンマ貴族の本体と戦うと、アビスの、破壊するものっていう最後のボスなんですけど、そいつの力が弱まるんで。でね、もう最初、何もわかんないじゃないですか、これだけだと。だからいきなりね赤いとこに突っ込んでねボコボコにやられるっていうね、なんかそんな感じになってましたけれども、じゃあ今回はこれで終了して、次回はまあ魔貴族と戦っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。